破れちゃって穴が開いてるんね。そっとこれね、そうだね。でもあれな、下からは見てねえけど、あの袋になってるのと違うんだ。いや、袋になってるんですよ、そこは。あ、袋になってるの、あらー、そうだね、袋になってるの。やっぱ設計上袋にしちゃうんかね。しょうがないよ。じゃあ直しようかね、やんね。だけどもう本来ならそこ、穴がっぽり開けて流し込むんだけど、今回時間がねえんですよ、これは。ここのところ、ここのところでしょ。そう、そこのところとその上。あ、この上、そこも袋になってるんですよ。あ、なんかパテか持ってやろんじゃねんか。持ってねんか。あ、うわ、ここのところ穴が開いてるんじゃん。ねえ、そうなんですよ。がー、ひでえな。もう全部でしょ、この前のところもそうでしょ、そうだね。じゃあここのところ全部取っ払っちゃうとダメなんだ、下手すると。あ、これが穴になってるんかい、ここのところが。袋な。重要なとこだね。始末に悪いんね。あ、そうなん。いや、私はそういう立場と権限じゃないです。ここのところは穴が開いてるんだ。ここはな、いっちゃうのがあれだよな。みんなそこが破れる、もう穴が開いたら買い直すんですよ、諦めて。諦めるよね。自動車さんだってこんなん手間かかっちゃうだけだもんね。そんだけ錆びたらもう何でもね、錆び統計溶接できねえってみんな諦めるんですよ。そうだよね、錆びじゃなくてこれ穴が開いてんだもんね。それであれか、こっから水が染み込んで、泥が染み込んで、肥料が染み込んで、ここの下まで全部いっちゃうんだ。え？ねえ。これここだけ切り継ぎとか溶接とかやりようがねえよな。この周辺全部、結局、あれでしょ？もう、サビの影響で、板金がもう、ダメになってるんでしょ？そうだよね、溶接より簡単だよね。知らねえだけでね。ポリパテばっか使ってるから、エポキシパテって使ったことねえもんね、あんまりね。知らねえでしょ。知らない。エポキシパテなんか知らない。知らない。パシッとなるわけですよ。ああ、そこ一回ちょっと今からもう作業かかるんだよ。あ、そうなん。で、じゃあこれも左右つこと？左右。右だ。向こうも右さ。ああ、でやっぱ運転席側のこちらの右の方が余計ひどいんだ。やっぱ開けたり閉めたりとか、ね。ああ、どうしても乗り降りしたり、靴がかさったり、泥物がほんとこれふんだんにやったり。でも社長これもね、軽い方だよ。え？これで軽い方なん。もうないやつはとことん行ってもう。ほんとかい、マジなん。マジ、鈴木に見せつけてやってください。
おお、マジなんかい。でもここの穴はちょっと重症だよな、マジで。どうすんだろうこの穴は。そうだよね。でもどうにかなるんですよ。あ、そう。でもマジだよな。いや、穴が開いてるとは思わなかった。あんまりサビが一体になってて茶っぽいんでさ。向こうが見えるんだったらね、うん、穴ってわかるだろうけどね、向こうが見えねえんだもんね。あ、これがあれ、あ、本当だ、熱い。あれ、これ熱いじゃん、なんか随分、ね、ここのところ、錆穴が開いてるところ、30分、40分だ。あ、重なってる、重なって呼吸を出してるんですよ。あ、それであれな、エルボー構造とか袋っつうことなわけな。うわー、じゃあ鉄板が、ここのところはプレスの鉄板が1枚2枚じゃねえんだ、マジで。うわー、じゃあ本当になおさらあれじゃん、手の施しようがねえじゃん。うわー、この下も全部あれなんだ、板金の組み合わせになってるんだ。あっちゃー、こらあれだね、軽トラとすると重症だね。うん、そう、美味しいんかい。すごいね、サビ止めのさ、うん、もう信頼性はもう 99% 出とる。一応あれかい、勝ち取ったわけ。そう、うん、ワンオフのカスタムやりてえとか言ってたじゃん。やる、あら、こっちもひどいじゃん、これ。こっちも、あら、あ、こういうことなんかい。これの本体とみんなつないで、それで何枚もなってるってことな。社長、これこっちも板金ボロ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 だよ、これ。激しいでしょ。いや、こっちすごいよ。ね。うん。そこはパテじゃ収まんねえよ、パテ。それであれなん、この前、ここのところ、あの、全部 FRP のあれにしたってこと？それは軽い方よ。もうどうかしたらない。これ軽い方な。うそ、重症じゃん、こんなの。軽い方だよ。軽い方な、うん、私から言わせれば。これ、これ、車、ここら辺、崩れるじゃん。ほっとけば。だからね、整備工場とか持ってくな。うん。一般の番組屋に持ってても。整備工場。ダメだよ。そうだよ、ダメだよ。だって、シャーシーだもんね。ボディだもんね。一部さ、ドアがへこんだんじゃねえんだもんね。むごいでしょ。むごい。むごい。ああ、ちょっと、あれ持ってくる。暗いからさ、ライト。このところ水が溜まるだけあってさ、やっぱりさ、暗いよ。明るいこういう普通の日常でも、うん、はい、うわー、すごい。
出せりゃさ、ああ、なんかのパテだけで収めようとかもあるんですよ。何のパテ？普通のポリパテ。どうしようもねえじゃん。色塗って。ああ。おしゃれなところに飾るんですよ。ああ、やりようがねえからだろうね。だってそれはさ、言っちゃ悪いけどさ、ごまかしじゃん、完全に。でも俺は違うじゃん、だからね、話を受け。おう、ごまかしつかさ、社長それ修理なんねえじゃん、それ修理なんねえじゃん。これだったら右左が同じ状態でこの車だったらマジであれだね、危ないでしょ。危ないも危ないけど、あ、動いてる車はみんなそうじゃん、ここら辺の。え、そうですよ、みんなこの状態です。もう鈴木かなんか別にしてもさ、ここら辺の軽トラみんなそうじゃん。ここら辺の軽トラみんなそうじゃん。だけどどうかしたらね、キャビンはこのままでさ、ああ、このフレームが折れと車がある、こうなって。うわー、でもこれあれだね、深刻だよね、オーナーとするとね。でさあ、車検するときはこれどうすんの？車検通しちゃうん、これで。車検はね、うん、大丈夫なの？フレームが腐ってないから頑張りますよ。おー、中まで見ないから。おー、だけとりあえず車検通そうと思ったら、みんなその上からアルミテープ貼って。ああ、そういうことね、隠しちゃうのね。アルミテープ貼って黒い色塗って貼ってます。だって社長、ハンマーでポコポコっとそこんとこ当てれば、あれだがね、崩れちゃうがね、穴が開いちゃうがね。本当はね、絶対ここんとこハンマーで叩いちゃいけねえって。あれだ、車検のやつも分かってるわけ。え、分かるよね。じゃあもしテープが貼ってあったら、そこんとこハンマーで叩いちゃダメなんだね。でもね、フレームの場合は平気で叩くよ。ああ、そうなの。じゃあそれは合意の上かい。フレームはね、うん、無用すぎない。でも危ないよな。あ、一番最初にマイクロバスやったじゃん。あの自動車がさ、見てさ、タイヤハウスが腐っててさ、社長とあの河原で、あ、これあのバンキンが言ったじゃん。あのタイヤハウスでタイヤ釣ってるのわかるけど。タイヤ釣ってる、あの根だがみんな腐ってるから、そのうちタイヤごと落ちるでとか言ってたじゃん。あれと似たようなもんだね。だするとね、あ、いやマシじゃない。タイヤが落ちたらだってえらい事故じゃん。高速道路かなんかでトラックのタイヤが落ちた落ちねえで死んだとか死なねえとかいうのがあるんだろう、だって。これあれだよな、軽トラ本当にそこら辺でキャベツだなんだっけ、あれだ芋だ積んでる間はいいけど、下手すると雪道真冬走ってるとガラッと音がすると行くよね。だけどね、自分の人はもう10万キロで車は終わりぐらい思うと。10万キロっつったら、だって何年で2回車検かい、1回車検かい、3回、3回車検、うん、あら、じゃあ7年か、7年。ああ、その前に腐るのもあるけどね。そうだ、だ
にみんなかわいそうさ、腐ったら終わりと思ってんの。そうだろうね、腐ったら終わりだよね、終わりしてるよね。で、おまけにあれだろう、4区だろう、行く雪道だから高くてないんすよ、また。ああ、はいはい、ね、4区の中古がね、値段、軽トラは値段いいもんね。ごめんごめん。だからこれのあれだよね、軽トラ真剣に見てるやつは多いって何回も言った通りでさ、あれだよね、結構ド真剣だよね。ああそうな、じゃあサビお得意だがね、大得意だがね。何がどうするっつんだよ。なんかやるわけ？下がります。ああ、お仕事かかるっつこと？おうおうおう、安い方の手袋。それね、ワークマンのやつ言ってたけど、すげえね、あのスマークって知ってるでしょ？わかります。スマークのね、工事の時にすっげえね売れたんだって。やっぱ鉄筋ねいじる時は、それじゃなきゃねダメだって、施主から言われたんだって。切れないですよね。切れない。だから鉄筋鉄骨いじる時とか、割れたレンガ、割れたコンクリートいじる時とか、建築の最初の基礎工事なんかはそれだって。社長、いい高いやつを一度はめ具合見てよ。まだまだな。それ安いやつだよ。だってはめ心地は悪いんかいいんかい。普通の軍手と同じ悪いんかい。ああ。ちょっとサビ落とし行きます。はい、どうぞ。はいはい。すいません。どうぞ。
まんないよね。これアルミのテープなんかはめたってポリパターンだって、ダメ、こっち深刻だね、こっちえらい深刻だね。穴も開いてる。うわ、これボロボロじゃん中側。やっぱり袋で溜まっちゃうんだね。たまりさん、ねえ、どうしようもなく溜まっちゃうんだね、これ。水抜きはないですよね。うん、水抜きなっちゃ無理だね。おまけに社長に言った通り、農業のあの肥料がなんだっけ、窒素リン酸カリ溜まっちゃうから余計だね。削ります。はい、どうぞ。糞尿車、すごい、極めつけだね。うん、分かる。これがさ、スポット溶接で、ここ溶接してるんですよ。うん、はい。溶接のとこは、膨れてないけど、うん、周りがもうここ多分サブだね。そうだね。スポットやってんのは、それはメーカーでやってんでしょ。スポットやってんのはメーカーでやってんでしょ。でもスポットの頭だって錆び出してるもんね、やっぱり熱がかかって。そうだね。これ開いてないの見たことないのな、スズキで。あ、そう。681号にしろ、どんぐりにしろさ、うん、一番メリットがさ、うん、サビもゴミも一緒に固めるっていう、うん、そうだね。あれが一番メリットなのさ。メリットだよね。これ神経質なところはサビ全部落としてから、ああやるやる、なんかしよう、電話でもよくやるよ。だから言うんだよ俺も、うん、サビ落とせないでしょっつうんだよ。落ちないよ。落ちればあの板金なくなっちまうだろ、形がね。サビごとだよ。だから自動車いいんだよ社長、まだ何回も言う通り、ほらプラント重量鉄骨遠見りだよ、厚みが穴が開くんだよ。え、すごいよね。やっぱエンカルと肥料の両方のダブルパンチかい。そうだよ。ああ、それと袋と。そう。で、乗ってる人の節制。乗ってる人のね。だって作業やった後にさ、水洗いすればさ、それでいいんだろうけど、でも、やんないけど、水洗いすると余計始末悪いよね。袋の中に水入れてるんだもんな。そうだね。一緒だもんね。あ、だから、花屋のね、軽トラ腐ってるでしょ。腐ってる。花屋、あとね、
よく育んのはね、あの魚運ぶね、車。だから俺も言われたよ、海岸の FRP 貼ってくれんかいって、今ここに今ここに貼ってもフレームが先に